いいね、あ、いいわ。皆さんこんにちは。わ、何で呼び出されたか分かりますか？全く分かりません。何？もうみんな思ってるわ、視聴者のみんなが一斉に。せーの、出せ。いやいやいや、家だから、これ家だから別に。ちょっとこの人のダサいところを全部見ていきましょう。まずは歌詞の毛たっぷりついたジャージ。いや、これは猫飼ってたらしょうがないよ。これは高校の時の体育のジャージですか？違う違う、これあのドンキホーテで買ったジャージです。大人になってわざわざ買ったジャージ。はい、ジャージ欲しくて、あの寝巻きが欲しくて、それでダボっとしたやつを買いました。寝巻きをジャージにするところ、あとこのチュルッと出たこの中に、まあ外ではやんないですけど家出しもいいかなみたいな。これが一番中の T シャツ、バンダサい、でかいサイズなんではみ出ちゃう。ほんで極めつけがトニーのよだれ付きのダセーおいしんぼさ。いやいや、ちょっと待って、おいしんぼバカにしちゃダメでしょ。それはダメですよ。これかっこいいでしょ。これは可愛いでしょ、これかっこいい。外で着てんの？最近買ったのこれ、おいしんぼパーカー。うわ、おいしんぼのパーカーだって思って、もうすぐ買ったね。よくない？普通に出かける時も着る？着ますよ。でもこの前あの一緒に出かける時にさ、おいしんぼパーカー着ていこうかなっつったらさ、それはやめてって言ったよね。うん。なんで？いやいや、いやいや、いいじゃん。だって誰もが知ってるやん、このロゴ。うん、いや、いいじゃん。でさ、めっちゃ目立つねん、この黒に白と赤って。いや、あの人だから買ったんだよ。あの人おいしんぼ好きなんだなって。だから一緒に歩きたくない。あんたも好きじゃん、だっておいしんぼ好きや、うん、めっちゃ好きやけど。だってあの栗田さんのモノマネとかしてたでしょ。やってるよ、栗田漫談あるよ。でもそれとこれとは違うよ。おいしんぼ好きやけど、おいしんぼパーカーは全然好きじゃない。視聴者の方からねコメントをいただきましてね。それあのメンプのラジオの方でも言いましたけれども、リオナリさんはこうなんか好んでダボっとした服をね着る傾向にありますが、あのもうちょっとねサイズぴったりのやつの方が大人っぽくて男前に見えますよって言われたんですよ。で、私もかねてからそう思ってたんですね。このダボダボなんか XL?XXL の時もあるかな。あ、でかい。なんかちょっと子供っぽいんですよ。で、28なんか、うん、もう30に向けてさ、スラッと大人っぽくなりませんか？うん、確かにな。でもこう、俺あの、なんつーの、半袖短パンのリリー・フランキーみたいな人目指してるからな。尖ってるな。将来その感じで行きたいなと思ってるから。リリー・フランキーさん特別やで。あれ似合うって特別やで。そう、似合ってないことはないのよ。なんかもうジャージとかもおいしんぼとかもさ似合ってるんだけど、まあこれはね、これはちょっとね、家だしちょっとコーディネートも何も考えてないから、うん、これひどいよね。うん、それはわかる。で、私ね買いましたよ。お、私好みの男になってもらおうと思いまして、まず1着目こちら。おお、はい、こちらブランドの方はユニクロとなっております。ユニクロかい。ユニクロかい。ブランド物が似合う男になってほしいと思い、大手のブランドを選んできました。あんまユニクロのことブランド物って言わないから。いや、間違ってないけどね。すごい知名度を誇る、海外でも大人気なブランドでございます。間違ってない、ユニクロ大好きですよ俺。はい、よく買いますよ。それこそユニクロはあのコラボティーとか、うん、アニメとか漫画とかのコラボティーが結構多いんで、うん、そういうの買います、ね、でしょ。でもユニクロの中でもあなたが絶対買わないようなシャツタイプのものを選んできました。シャツ買わんな。そしてネイビー。ネイビー、これサイズもしかして L サイズだ。はい、L サイズなんてもう5年ぐらい買ってない。うん、そのスケーターファッションを出してください。出するの？はい。これ着ないな。それちょっと着てみて、着たところ、あのな、ユニクロのな
かそのそれが置いてあるな横っちょになモデルさんが着とったんよ、うん、写真でめっちゃイケメンやって。いやそうだないやめっちゃ似合っててんうちの夫も似合うはずだと思い手に取ってまいりました。モデルの人日本人じゃないですよねだってシュッとしてはったそれに、まあ、黒のねパンツを合わせてほしい。ああ好きに、うん、そうだね一個あるから。はい、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。はい、というわけで着替えてきました。はい、でどう、わーいいやん、え、めっちゃいいやん。どうですか、最高。え、すごい痩せて見えるよ。本当に、うん、あ、そう、え、やっぱサイズいいやん、それぐらいがいいよ。ちょっと窮屈だな、なんか。いや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 、あのパーカーの安心感、こういつでも被れるみたいな。いや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 、パーカー安心する12か。いいよ。なんかあの今さ、最近また新しくパーマかけたやん。パーマかけた。合う。本当？パーマに合うよ。いや久しぶりにシャツ着たわ。うん。これあれだね。こう全部シャツじゃないんだね。ここだけなの。そう。それがユニクロブランド。ユニクロブランド。いいや、色もめっちゃ似合う。おー、あ、これはちょっとついてるけど。はい、パパかっこいいね。どう、パパかっこいいね。どう、パッパパ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 すごい今やったな今でしたねこれでさ、なんかおしゃれなお店とか行こうよ。これで、うん、そうね、パーカーとかじゃダメか。いや、ダメじゃないけど、ウシンボパーカーでこすりよりダメか。ダメですでもグルメなのかなとは思うけどそうだねもうワンランク上の男になっていただきますこちら、おお、あら、あ、これかわいいね。アウターを買いました。アウターでジャケット、あ、これかわいいじゃん。あ、かわいい、うん、そうなの、焦げ茶で、そう、形もかわいい。そうなの、形がかわいいのこれもモデルさんが着ててかっこよかったんから。これかわいいね、ポケット大きい。そう、ちょっと大人っぽさもあるし、かわいらしさもあるという。かわいらしい、これかわいいよ。はい、そちらもこれ系も、もう着てないね。大学生の時たまに着てたけど、うん、このまま掘っていいですか。はい、はい、あ、どうですか。いいね、あ、いいわあ、いいえ、めっちゃいいやん。これはでもなんかあれだね、パーカーの上とかに着ても可愛い感じがする。あ、それはそうやね、黒のパーカーとかに合わせても。あ、おいしいもパーカーだ。あ、違う違うこうやってコース料理屋でこれで行って席ついた瞬間にこの店で一番おいしいのくださいっつって、で食べるときにさってパッギャーあいつどうよパパ、君のパパかっこいいやん。どうだい、これで授業参観とか行っていいか。あ、いいね。お前も可愛いの着てんな今日はライオン、いや久しぶりにこういうの来たわ。うん、似合う似合う。本当？スラッと見える？スラッと見える。スラッと見えるの嬉しいね。着てください。いいね。確かに、でもなんかこう襟付きのやつを着るとちょっと引き締まった感じになるというか、うん、気持ちがシュッてなって顔つきが変わる感じがする。うんこれだったらコース料理いけますか？いけるいけるいけるし、今まではさ、リア君の一番のコース料理のところの改まったところに行くやつってセーターやったやつそれもちょっとダボっとしたセーターあ、セーターで限界。なんか欲しくなったな、ちょっといろんなこういうシャツとか。でしょ？だからサイズをさ、ちっちゃくしてくださいよ、今度から。 L サイズにすっか、今度から。そう、パーカーも L にしよう。パーカーも？うん、他はでも XXL がいいな、一番は。でかいねまあ今度からちょっとシャツも検討してみようかな。はい、
ちょっとね、似合うやつが自分だともう分かんないんで、うん、パーカーばっか買ってるから、うん、またなんかじゃあこれがいいなって思ったやつをちょっと選んでもらえたらいいなって。分かりました、じゃあ私が選びます。新しい自分を知ってください。本当の私デビュー。遅っ。